こんにちは、アランです。私はですね、今どこに来ているかと申しますと、こちらはマダガスカルは首都のアンタナナリボに来ております。今ね、このアンタナナリボもちょっと上の方に登ったところに来ております。今ね、マダガスカル着いて2日目の朝でございます。昨日のね、午後にイバト空港の方に着きまして、現在ね、マダガスカルの、アンタナナリボを、ちょっと街ブラといいますか、歩いているところであります。今歩いているのは繁華街というか、屋台とか出店がいっぱい出ているところをちょっと登ったところに来ております。現在ね、こうやってあんまり人がいないんですけども、まあね、そのさっきも言った通り、ちょっと高台のところに来ているので、あまり人がいないという感じになっております。まあその分ね、こう歩きやすいんで結構ね、いいです。本当にね、下の方はね、人がすごくて、あと車もすごくて、なかなかこう歩いて街ぶらするにはちょっとね、こう大変な感じなんですけども、まあそれもそれでね、こう結構アフリカ感楽しめていいとは思います。こうね、教会みたいなところもありますね。マダガスカルね、アフリカなんですけども、フランスのね、歴史がちょっと入った、感じの国になりますので、こう景観といいますか、こうヨーロッパな感じの街並みでございます。マダガスカルは島国なんですけども、このね、アンタナナリボはね、特にね、標高の高いところにありまして、結構ね、坂がね、目立ちますね。あとこうやって今右手に見えるような古いフランス車とか、まあこうヨーロッパの古い車っていうのがめちゃめちゃ走ってます。それぐらいの年式のこの欧州車が好きな人にはね、多分めちゃめちゃテンションが上がるんじゃないでしょうか。僕はちょっとね、車は好きですけども、欧州車のちょっと歴史とか、そういう車種とかあまり詳しくないんで、全然こうテンションが上がったりはしてはいないんですけども、まあこう車好きとしてはね、結構気になる車とかもあったりして、そういう意味でもちょっとね、マダガスカル結構楽しめます。はい、車好きの視点からしてもね、結構マダガスカルは楽しめますね。もうこうやってね、裏路地というか、裏路地って言ったらいいのか分かんないけど、路地に1本入るともう全然人もいないような感じですね。で、本当にね、景色がいいです。もうなんか街ブラ、本当にね、今日はね、オフな感じで、明日はプリアラに行くので、今日はね、本当にね、まあやることないって言ったらあれなんですけど、こうアンタナナリボを散策してみようという形で、朝から歩いているんですけども、こう上の方に来たらね、結構景色がいいわけですよ。すごくね、なんかこう想像していたマダガスカルと違うというか、こうなんでしょうね、もうちょいなんかこう、まあアフリカ、皆さんが想像するようなアフリカを僕も想像してたんですけども、こうなんか都会チックな感じ、うん、しっかりと建物が建っていたり、こうね、何階建てかの建物とかもあったりして、結構ね、都会感を感じられました。もうここからもね、めちゃくちゃ景色いいです。天気も良くて最高なんですよね。ほら、なんか全然違うでしょ。なんかこれ、ここのね、絵だけ見たらね、アフリカって想像できないんじゃないでしょうかね。はい、ちょっと下っていきます。こうなんか左手にはね、なんか印刷物みたいな、出版社みたいな、会社かながありました。で、こうなんか道路をね、掘り起こして、水道管かな、なんか工事してたりしました。この高いところにね、来るとね、本当にね、なんかこう物売りというか、そういう人がね、全然いなくてね、すごく歩きやすいです。で、見てこれ、
今ねちょっと気になったんだけど、このビートル、あのマダガスカルってやっぱりね古い車が多くて結構ボロボロなんですよ。外装がへこんでるのは当たり前、傷当たり前みたいな。今ねめっちゃ綺麗なビートルあったんで撮っちゃいました。でもこうやって路中が当たり前なんですけども、ここをね普通にね車が通ってきたりします。結構怖いですよ、なかなかこう慣れてないと車に突っ込まれるんじゃないかみたいな恐怖もあったりして。でまあほんのちょっと下っただけですけど結構人が多くいるようになりましたね。バイクがめちゃくちゃ多いです。うん、なんかここら辺はアフリカみたいな感じで、今ここ交差点なんですけども、マダガスカルって信号ないんですよ。全部こうなんかロータリーとか、あとなんかみんな各々気をつけてねみたいな、クラクション鳴らして自分の存在知らせてみたいな。なんかこう日本だと危ない、本当にめちゃくちゃ危ないけどクラクション鳴らすけど、みんなね普通に日常でクラクション鳴らしますバンバン。そこがねちょっとね日本中耐えられないかもしれません。こう危ないっていう時も鳴らしますし、なんか挨拶みたいな感じでも普通に鳴らすし、なんならこう用がある時呼ぶ時にもクラクション鳴らしたり、すごいねこうなんかクラクション文化というか、それを文化と言ったらいいかわかんないけども、めちゃくちゃ鳴ってます。もう朝からめちゃくちゃ鳴ってます。昨日マダガスカルに着いてこう道路の近くのホテルに泊まったんですけど、もう6時ぐらいからね道路からプーップーッめっちゃ聞こえてくる。はい、ここはね有名と言ったらいいんでしょうか、こうマダガスカルの、ね、階段でございます。今ね下ってるんですけども、これね大通り挟んで左右にありまして、目の前に本当にね目の前の奥の方に見えてるのも、まあ、同じく階段なんですけども、そこにもこうやって屋台がいっぱい並んでるんですね。このねアンタナナリボをね観光する上でね、ここに行っとけばまず間違いないですね。ここに行けばとりあえずなんかこうマダガスカルに来たみたいなお土産は全部買えます。うん、まあ、結構マダガスカルねこうハンドメイド的なものがあったり、普通に生活雑貨とかあったり、まああとは食べ物ですよね、こうやってがあります。普通に衣類系もあったりして、もうね本当にお土産って言えばポッて来れば間違いないですね。まあ僕はねまだ着いて2日目なんで今日ここで物を買ったりはしないんですけども、後日ねまた出発の際に、こちら寄りますので、アンタナナリボに来た時に、買いたいと思います。そのためにね今ちょっと下見というか、まあ街ぶらも兼ねてこう買いたいお土産をちょっとここの時点で選んで、スムーズにね帰りに買えたらなと思って今ここを通ってます。なんかこうアフリカとかアジアとか行くとなんかこうすごい物売りの人がめちゃくちゃ声かけてくるようなイメージだったんですけど、なんかねそうでもないかな。いやもちろんかけてくるはかけてくるんだけど、なんかこう追ってきたりとか、うん、なんだろう、すごいしつこく買え買えみたいなのはない印象かな。うん、でもやっぱりこうアジア人とか欧米系の人が通るとやっぱりこうなんかねお店の人はまあチャンスじゃないけどめっちゃ声かけてくる。でもなんかこの席から動かないというか、なんか一回声かけて失敗したらもう終わりみたいな、そんな雰囲気でもありますね。うん、しつこくあんまり買え買えみたいな、これどうみたいな感じではないです。もちろんそういう人もいるんですけども、うん、なんかそっちの方が少数というか、比較的みんなこう座って
その場で声が多いんですよね。まあ、僕の今この2日目の体感なんで、まあ、今後ねどういう感じになるかはちょっと分かんないですけど、はい、ここがね今ねアンタナナリボの一番低いところですね。まあ、もちろんアンタナナリボ自体高い位置にあるんでそういう意味では低くないんですけど、このなんていうんですかね、お土産売り場とか空港とかそこら辺から来たらもう結構低いところに今います。ここもね出店がねめっちゃいっぱい出てるんですよ、うん、でここはね結構タクシーとかが止まってますね。あとね飲み物とか食べ物そういうのが多いかな。あとね両替してあげるみたいな人も結構いますね。うん、でも別にここで両替せんでも空港でできるからね、あんまりっていうか利用しなかったな、うん、本当にねどこ行ってもね車とバイクが走ってるみたいなそんな印象でね、マジで気をつけて歩かないとね事故るよ。事故ったところで何もないから、うん、車にぶつかったら気をつけろよみたいな感じで言われるぐらいだよ。本当に日本と違うから車とぶつかって歩行者が悪いみたいなそんな概念存在しないし、いや存在してるんかもしんないけどなんかこう通用しないし危ない、うん、まあでもこれがなんかこう発展途上国らしさというか日本では体験できない感じ、まあいいか悪いかわからないけどなんかこうアフリカ来たなっていう感じで、まあ今のところそれも楽しめてます今のところね。今後どうなるかわからないけど、まあね、まだ朝なのであまり活気づいてはいないんですし人もそれほどではありますね。昨日のね夕方ここに来た時はもうほんと今以上に人いました、うん、すごかったよ。マジで歩くのが大変なぐらい人がいましたね。それに比べたら今全然ですね、はい。で昨日はたまたまね空港同じ便で日本人の方がいて、その方とね一緒にちょっとこう待ちぶらしつつ夜もね一緒に夕飯食べて、すごいねなんかこう異国の地で日本人とコミュニケーションを取れるっていう貴重な体験をすることができました。はい、ありがとうございます。この動画見てくれてるかわからないけど、ね、この場を借りてお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。本当に結構助かった面もありました。マダガスカル知らないことばっかりだったんで結構ね助けてもらったりして、あとこうアイスとかも売ってますよね。アイスも売ってるしケーキとかこうドーナツみたいなそういうお菓子類とかもあったりして普通にね別に全然住んでて困らないかもしれないですね。はい、というわけでアンタナナリボの街歩きでした。明日はねプリアラにバスで向かいますのでその様子もお送りしていきたいと思います。今ねこうハンコを彫ってもらってます。これね昨日の夕方にその一緒になった方と、このハンコ屋に来て自分の写真を撮ってもらってそれをこう似顔絵にしてハンコにしてもらえるみたいないうサービスがあるんですよ。僕もねせっかくマダガスカルに来たんでマダガスカルらしいものということで、でこれあのねテレビでイッテ Q とかでも取り上げられてたハンコ屋さんらしくて、せっかくなのと思って今僕も作ってもらってます。昨日の夕方に来てもうね、まあ、閉店間際というかそういうぐらいの時間だったんで、あの明日また来てくれということで今来てます。明日の10時に来てくれと言われてその時に渡すからってなったんですけど、現在ね10時過ぎております。僕が来た10時に掘り始めました。いいですねこのルーズさ、なんかアフリカに来たっていう感じでテンション上がってます。日本だったらね絶対ありえない話だけど、うん、なんかこれが海外かっていう感じで初のアフリカを満喫しております。